はい、それではね、今回は四角2番の筋肉のところの括弧3番筋収縮のエネルギー源のお話をしていきます。はい、まあ、いきなりね図がバッって書いてあるんですけど、まあ、この図はね、まあ、整理するための図なので、まあまあ後でね自分で見てみてください。はい、この筋収縮のエネルギー源、まあ、どうやって作るのかなと、まあ、直接のエネルギーはね ATP ですね。前回言いましたね、ミオシンフィラメントが ATP を分解してっていう話でしたからね、 ATP が必要なわけですよ。でその ATP をどうやってね、まあ、ゲットしてるのかなというお話ですね。はい、じゃあいきます。筋収縮の直接のエネルギー源は ATP であるが、少量しか貯蔵されていない。なんでかって言ったらね、これはまあ皆さんね知ってるはずですね。ATP は、なぜならば ATP はね、安定な、まあ、科学的にね安定な物質で、はでは、では物質ではないからってことですね。だってさ、高エネルギー磷酸結合とか言ってさ、めっちゃエネルギー持ってる結合持ってるわけじゃないですか。そんな不安定に決まってますよね、そんなエネルギーボガーン持ってたらね。はい、で ATP はね、このエネルギー源としてね使って、まあ、分解してエネルギーを取り出すわけじゃないですか。その高エネルギー磷酸結合のとこからね、まあ、どんな反応だったかなっていう、これはしっかり覚えてね。この ATP の反応は ATP に水をぶち込んで加水分解するんですね。で ADP と磷酸 H3PO 効果で、あとはエネルギーですね。まあ化学反応式ではないですけど、まあこんな感じですよね。はい、で次、ATP の分解でできた ADP が筋肉中に貯蔵されたクレアチンリン酸ですね。これも重要。高エネルギー物質からリン酸を受け取って ATP が再合成されますよ。まあその過程はね、上の図の P のところに書いてありますね、A としては、ね、で次、筋肉や肝臓などで蓄えられている、どこ行った、こちら、グリコーゲン、赤線グリコーゲンが分解されて、ね、グルコース。なんでですかって言ったら、これね、後期呼吸してエネルギー作るためじゃないですか。グルコースを後期呼吸、ね、ミトコンドリアでの後期呼吸とか、まああとはね、酸素が足りないような状況になったのであれば、ね、解凍ね、乳酸発酵ですね、解凍ね、動物では解凍って言いましたね。解凍括弧、まあ嫌気呼吸によってATP を作りますよってことですね。はい、じゃあちなみに後期呼吸の反応式と解凍の反応式書けますよ ね。皆さん前回1個前の章でね、生体の機能とタンパク質のところでね、代謝はやったはずですから書けるはずですね。はい、どうぞ書いてください。あ、1回動画止めてね、書いてみてください。はい、書けましたか。じゃあいきますか。まず後期呼吸の方いきますか。後期呼吸の方は C6H12O6 ってやつに、呼吸なので酸素を6個ぶち込んで、で6個の水をぶち込むんですね。ね、でそうすると6倍の CO2 とで12倍の
H2O ができて、で、終わりか。ポッポイ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 。はい、そうですね。終わりですね。ってやつですね。これ。これが、あ、あと、ATP の数か。ATP の数、38ですね。これ、後期呼吸。はい。で、次、解凍。解凍は、C6H12O6 を、解凍は、乳酸発酵ですから、このままですね。乳酸は C3H6O3 ですね。半分にするだけですね。あ、2倍2倍。ごめん、2倍2倍。はい。ってことで、ATP の数は 2ATP ですね。ATP 得られる数が少ないですね。これ解凍。嫌気呼吸ですね。ですか、ここまで。で、次、これでエネルギー作れますね。で、次はクレアチンね。さっきクレアチンリン酸からね、リン酸受け取った後にできたクレアチンは、静止時に呼吸で生じた ATP ね。今やったね、解凍とか後期呼吸、まあ主に後期呼吸でできた ATP ですけど、使うのはATP からリン酸を受け取って、で、クレアチンリン酸に戻るんですね。あ、そういえばこの呼吸、この反応式は赤線ですね。で、次、まあクレアチンリン酸のできる反応は別にいいですわ。次行きましょう。解凍で生じたね、解凍で生じるな、乳酸ですね。解凍で生じた乳酸は、乳酸は血液によって肝臓に運ばれ、約5分の1がミトコンドリア内で酸化分解されると。で、その結果生じた、その結果できた ATP を使って残り4分の5の乳酸がグルコースになるんですね。ほうと。に戻るんですね。で、グルコースに再合成される。これを糖新生って言います。で、糖新生されて、あれ赤じゃない、白白、糖新生されて、で、血液によって筋肉に運ばれた後、再びね、グリコーゲンになるんですね。グリコーゲンとして貯蔵されるわけですね。はい、 OK ですか。で、今みたいにね、これ今みたいに、 今話した内容みたいに、 ATP を作るためのね、 ATP をクレアチンリン酸から作ったりとか、呼吸によって作ったりとかね、してますよね。それ以外の方法があって、実はね、もうこれはもう非常事態の時にね、やるような方法なんですが、2倍の ADP、 まああんまりやらないってことですよね。2倍2個ね、 ADP ね、用意して、こいつを1個の ATP と1個の AMP にするんですね。やってることっていうのは、要は、ほいってなってて、ほいこの状況じゃないですかね。2個 ADP があるね、のうちの、こいつを切り離してこっちとひっつけるということをするんですね。はい、まあそういうことをしてるというわけですね。はい、それではね、今回の授業はこれで終わりで、今回のこれだけはですね、
今回のこれだけはこのクレアチンリン酸ね、非常に重要ですね。こいつで ATP っていうのは不安定だからためづらいわけですよ。でもこのクレアチンリン酸って高エネルギー物質なんですけど、割とね、まあ、ATP に比べたらまあ安定なんですね。なので筋肉中にこいつはためとくことができるわけですよ。だから ATP を貯めるんじゃなくてクレアチンリン酸を貯めて、でそこからね ATP を作るっていう作業をするんですね。はい、それではね、今回の授業はこれで終わりにして、次回はね、その下の聴力と近接の長さの関係っていうお話をしていきます。はい、それではね、次の動画へどうぞ。